1917年の誕生以来、科学者の自由な楽園として科学者たちが活発に議論し発想し、常に新しい分野を切り開いてきた理化学研究所。宇宙創生の謎、生命の神秘の探求から医療や産業など私たちの生活に関わることまで幅広いジャンルの研究が行われており、数々の画期的な研究成果で世界を驚かせています。わからないことはかなり面白いですよね。それは解けたいですよね社会に大きく、貢献していければなと。自分で楽しめないと本当に面白いことは見つけ出せない。やっぱり他の国からの研究者と相談したら、お互いに刺激して研究が進めます。研究者として何か残したいっていうのがあるので、本当に役に立てるものとか、あとはこの理論とかですね、学問における理論とかを残せるような研究をしたいなと心がけているんです。この世界にはまだまだ多くの謎が存在し、人類には多くの課題が残されています。2017年に創立100周年を迎える理化学研究所は、これからも人類の未来のための研究を続けていきます。